こちらブラックコーヒーになります。ありがとうございます。ここのコーヒー美味しいですね。ありがとうございます。お姉さんはコーヒー好きなんですか？っていうか名前なんて言うんでしたっけ？あ、私ははるかって言います。実はコーヒーよりも甘い飲み物の方が好きなんですよね。そうなんだ。はるかさんはたまに見るけど学生さん？あ、はい、近代大学の学生です。2週間目。こんにちは。いつもパソコンしてますけど何の仕事をやっているんですか？僕は任天堂で営業をやってます。これは書類の作成ですね。いつも会社帰りなんですよ。あーってことは家ここら辺なんですか？そうですね、すぐそこのマンションを借りて住んでます。こんなこと聞いてあれなんですけど、やっぱりゲーム好きなんですか？あんまりやりませんね、実は。でもスプラトゥーンっていうゲームは好きで結構やってます。1ヶ月目。こんにちは。あれ、この時間帯珍しいですね。そうなんですよ、働く時間帯が変わっちゃって。へー、体調崩さないように気をつけてね。ありがとうございます。私のことを覚えていてくれたんだ。そういえば最近の新メニュー、紅茶のシフォンすごく美味しいんだけど、これ手作りだよね？はい、それは店長が作ってるんです。店長すごいな。お店もおしゃれだし、メニューにあるものどれを食べてもこだわってるのがわかるよ。そうなんです、店長は結構凝り性なんで。2ヶ月目。そういえばはるかさんって休みあるんですか？火曜日と日曜日は休みですね。ああ、そうなんですね。休みの日とか何するんですか？映画好きなんで一日中ネットフリックスとか見ちゃってますね。意外、もっとアウトドアとかしてそうなイメージ。よく言われます。どんな映画が好きなの？ジュラシックパークとかですね。え、じゃあ今度新作見に行こうよ。3ヶ月目。いや、この映画面白かったな。ね、また行こう。うん、いいよ。先輩。ん？最近女の子とデートまでは行けるんですが、会話が続かなくて2回目がないんです。なるほど。で、どんな会話をしてるんだ？ですね、こんにちは。こんにちは。いいワンピースですね。ありがとう。ちょっと待て。はい、ちょっと巻き戻せ。はい、服を褒めるのはいいんだけど、服が可愛いだけで私は可愛くないのと思わせてしまうから、その服いいねじゃなくて、その服似合ってるねの方がいいよ。なるほど、勉強になります。はい、やり直し。こんにちは。こんにちは。そのワンピースミクさんに似合いますね。本当に？ありがとう。うん、行こっかな。最近どう？最近？お餅食べたかな。へえ、そういえば最近筋トレ始めたんだけど。おい、止めろ。まず最近どうって高校生の LINE じゃないんだからさ。ですよね、沈黙が怖くて。せめて最近いいことあったでしょ。いいことというふうにキーワードを一つ決めておくと答えやすいんだよ。なるほど。それとなんでお餅食べたって話無視してんだよ。いや、何にも浮かばなくて。いいか、まず女性と話すときは自分は司会者になったイメージで話すのがいい。司会者か。自分が喋るというよりは相手に喋らせるイメージだな。基本は質問する、女性に話してもらう、相槌を打ってたまに突っ込む、また質問するのループだよ。お餅の話を広げられないのは司会者が悪い。俺も何々食べたとか何餅食べたとかで広げる努力をするんだ。なるほど。ちなみに相手への質問の量が多い人が次にまた会える可能性が 1.5 倍高くなるという研究結果も出ている。相手に興味を持って質問することから全てが始まるんだ。はい、やり直し。はい。最近なんかいい子だった？最近、お餅食べたくらいかな。ああ、俺も食べたよ、きなこ餅。ミクさんは何餅食べたの？ああ、私はおしるこ食べたの。美味しいよね、おしるこ。どこで食べたの？伊勢神宮。ってことは大晦日に食べたの？うん。神社人多かった？寒かったでしょう。そうそう、めちゃくちゃ寒かったよ。質問もぎっしり詰まってるし、いい感じだな。ありがとうございます。こんな感じで最近いいことあったで出てきた答えに対して、俺も、いや俺はこうだった、こんなことなかったという具合に共感を示すのがいいんだよ。はい、俺もこうだった、こんなことなかった、三段活用ですね。そうだ。お餅美味しいよね。
そういえば俺最近筋トレ始めたんだよね。そうなんだ。止めろ。なんで筋トレの話した？いや最近筋肉ついてきたんで。いや筋トレの話は女の子1ミリも興味ないでしょ。 1,2 回会った人に対して自分の話したいことを話すのは NG だよ。特に自慢と自虐はうざいしかない。確かにここら辺から彼女あんまり喋らなくなっちゃったんですよね。何度も言うが女性との会話では自分は司会者に徹することを忘れるな。勉強になります。先輩いつもありがとうございます。俺はケンジ、女性を口説いている。今日は月が綺麗ですね。え？ああ、確かに。でも、君の美しさに月も嫉妬してるだろうな。は？僕は今まで生きてきて、君ほど美しい人に会ったのは初めてだよ。やばい、告白される。もう、そんなことないですよ。記憶を消されてもう一度君に出会っても、また君に恋をする自信がある。かえってネットフリックスみたい。世界中の人を敵に回しても、俺だけは君の味方だよ。頼む、告白しないで。お願いします。付き合ってください。無理です。はあ、やっぱりダメか。よくよく考えたらあんな美人と俺が釣り合うわけないよな。もっと上手に口説けたらな。あ、リンさん。どうした？目が赤いぞ。いや、さっき女の子を口説いてたんですけど、ダメで。口説くか。はい。なんかうまく女の子を口説くコツってあるんでしょうか？そもそも口説く必要なんてないだろう。え？ストレートに好きだって伝えればいいんだから。回りくどい褒め言葉とか、遠回しな表現は小説とか漫画だけにしといた方がいいぞ。現実ははしゃがずにストレートに好意を伝えるだけでいい。ストレートにか。正直女性からすると、好きじゃない男からの遠回しな口説き文句とか、スキップできるんならスキップしたいからな。好きな人に口説かれたら1秒で OK だし、好きじゃない人から口説かれたら1時間かけてもダメだよ。そうなのか。もっと言うとさ、うん、男は口説いているんじゃなくて口説かされてるんだよね。え、口説かされてる？そうそう、女は好みの男に口説いてもらうように無意識のうちにいろんなサインを出してるんだよ。あなたなら口説いてもいいですよっていうサインを、表情とか見てればわかるでしょ。酔っちゃった。そうなのか。もちろん好きじゃない男には口説かないでねってサインを出してるよ。え、そんな悲しいサインがあるよ。二人っきりでは会いたくないとか、 LINE のメッセージの素っ気なさとか。なるほど。たまにそういうサインを無視して玉砕覚悟で告白するキッズがいるけど、そういうのは中高生までで卒業した方がいいな。じゃあ口説けない女性は諦めるしかないんですか？うん、今はそうだね。今は？うん、自然と興味を持ってもらえるように頑張って魅力をつけるしかない。魅力？そうそう、仕事ができるとか経済力があるとか、そういうのは当たり前として、筋肉をつけるとか忙しそうにするとかね。なるほど。それをつけたらワンチャンあるってことですか？まあ今よりはあるんじゃない。そうか。あのさ、振り向いてくれない女に固執すると時間もお金もかかるしね。そんな時間があったら仕事や勉強を頑張ったり、見た目にお金を使ったり、他の女にアプローチした方がいいよ。これ以上進展がなさそうな女は自分からさよならするんだ。自分から女を断つ？そうそう、女の子に好かれたかったら女を忘れて何かに打ち込むことだよ。女は暇で性欲がありまくるだけのチンパンジーに興味ないからね。常に忙しくしていて人気があって、他の女からも誘いが多そうな男が女は好きなの。そうならないと。うわ、なるほど。俺はまだ魅力が足りないのか。てか頭大丈夫か？ああ。うおー、はあ、モテる男子の会話術です。ポイントは、やべえ、かわいいとか、マジ付き合いたい、好き、はるかちゃんたまんないとか言わないことですね。そういうアイドルオタクみたいな行動が一番女性から嫌われます。やべえ、かわいいと思いながらも口にせず、じっと耐えて論理的に行動に移してください。え？女性と話す機会がないだって？なるほどね。なるほど。